体の話を殿池さんに伺おうと思います。では殿池さん、VTR を今流しますんで、いろいろコメント加えてください。はい、まずは東京の12分のチャンスです。まあ、前半はこの高橋が非常に良かったというお話でしたね。はい、かなりこうボールをうまく引き出して前にこうボールを出す、それに対して選手が動き出しているというのが東京の今日の、まあ、好調さですよね。はい、そうですね、ここうまく開けたスペースに対してルーカス走り込んでますよね。ただ田中ディフェンスに対する、ね、ハードワークっていうのは新潟、まあ、非常に前半それは印象的でしたよね。前半の43分、ルーカスの横のドリブルからサイドを変えて太田光介、渡辺一馬、高橋秀人がここでシュートです。はい、まあ、高橋秀人は、ね、この辺のところのここからも走り込んでるんですよね。はい、やっぱりそういった今日の試合に対しての意気込みというモチベーションの高さを感じましたね。で後半6分ルーカスの前からのプレッシャーで、ショートカウンターになりましてゴール前でのフリーキックをゲット。で東と太田が立ちまして、そうですね、ここ近いからゆえのうまくタイミングをずらしたいい工夫っていうんですかね。はい、まあ、冷静さですよね。ほとんどなんか枠へのパスっていう感じでしたね。そうですね、その中でキーパーのタイミングをずらすという作業をしっかり入れている。はい、のこうした高さですね。26分、新潟川口のドリブル、まあ、一つ引っかかった後が戻ってきてでシュートを打ってクロスバーです。まあ、ここいいスイッチから川口がうまく中に入り込んできて、まあ、左足でうまく振り抜きましたよね。まあ、この辺はね本当紙一重なんですよね。はい、これが入ってれば 1-1 でしたので、まあ、非常に新潟には惜しいチャンスでした。東京は後半の33分、先ほどと距離は同じぐらいですが角度がこちら側にずれまして、そうですね、ここも近いというところで今度は太田がまたいで東で左ポスト、ね、最後は長谷川がシュートを狙いました。非常に、ね、この辺練習してるなっていう、はい、まあ、印象を受けますよね。そして後半の34分、スローインからルーカスがこれ、うん、うまく入ってきまして鮮やかに2点目です。新潟としては、ね、あそこに入られ、はい、あそこを通過されると、まあ、失点にはなりますよね。まあ、その辺のこうルーカス、それからそこに絡んできたこう東京の前線の選手の、ね、コンビネーションというのは、はい、今日はかなり光ってましたよね。あの最後